こんばんは、青春通りの五十嵐です。今回は皆様もおなじみのサイト天国でとんでもないことをやりだしたので、それについてお話しします。なんと完全未経験のいわゆる少女の18歳の女の子の口開けの接客を120分コース50万円で販売し始めたんですよ。もう業界最大手のポータルサイトがこんなことしていいの？って思ってます。と、ディスコというアプリでのコミュニティで応募して10月から開始なので、もう始まってるそうです。現在北海道と東京都のみの募集となるそうです。私の感想としてはシンプルに気持ち悪いハイクラスの18歳って、そして値段が女の子の取り分はどんくらいなんやろって思うし、ついに天国のサイトもお金に目がくらんだんかなって思います。業種にもよるから、どこまでのサービスをするのか分かりませんが、こんなの増えたらほぼ遠行やんって思いますね。こんな遠行が増えたら、わしら稼げんしって。ただでさえ、P活が流行ってて、そっちに行くお客様も多いわけだし、もう勘弁してくださいよって感じ。煉獄サイトは、ちゃんと店舗で働く女の子の味方じゃなかったんですかね。18歳の女の子で50万円なんて高額だったら普通に本気をされるだろうし、まだ若いなら余計どうしたらいいか分かんなくてトラウマになりそうですよね。もしくは本当は経験があるのに処女のふりして50万円コースで一発稼ごうって女の子も出てくる気がします。とりあえずうちの思うことはもう気持ち悪い、ただこれだけです。そのサイトのことをじゃあ X で知ったんですけど、いやシンプルに気持ち悪いし、怖みたいな、これは大丈夫なんかなみたいな気持ちが大きいかな。そこに行くお客さんもどうなんみたいな、まあいい人もおると思う、めちゃめちゃいいお客様もいると思うんやけど、業界初めてですってこうに着く人ってさ、なんかちょっと気持ちがいるイメージが大きいから、皆さんはこのサービスについてどう思いますか？このサービスに50万を使う余裕がある方は使ってみたいと思いますか？コメント欄で感想を教えてください。というわけで、今回は天国のサイトでとんでもないサービスが始まったことをお話ししました。あとは総選挙とかでもトラブルや違反もちょいちょいあるみたいですし、昔に比べてどんどん変な方向に行ってる気がします。このサービスに限らず、最近の天国のサイトについて皆さん思うことがあれば、どんどんコメント欄にお書きください。では、次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。